皆さんこんにちは。バイリンガルハルキストのマサトニックです。はい、カラッツ、イズマサトニック、I'm バイリンガルハルキスト、村上春樹、ブックガイド、短編編57、土の中の彼女の小さな犬。はい、ということで今日はですね、こちら中国語のスローボットに収録されている、土の中の彼女の小さな犬というちょっとこの不思議なタイトルの作品を紹介してまいりたいと思います。つい最近ですね、再読したんですが、 なんかめちゃめちゃ好きでした。とてもなんかいい作品なので、ちょっとご存知ない方も結構多いんじゃないかなと思うので紹介してまいりたいと思います。それでは早速参りましょう。えー、いつもに3部構成でまとめています。まず1つ目、お作品概要。そして2つ目、あらすじ。そして3つ目、おすすめポイント。ちょっと今回少し手法を変えまして、今までディープに楽しむコツというふうにしてたんですが、おすすめポイントという形で紹介していきたいなと思います。で、まず作品概要です。えー、この作品、土の中の 彼女の小さな犬ですが、初出はスバルという文芸師、1982年11月号が,に、えー、が初,出初出となっています。1982年11月ですね、僕ですね、個人的なことですが、1981年12月生まれなので、まだ満1歳になってない頃に出てたんだなというのは、なかなか衝撃的な話なんですけれども、そしてその後、まあ、それはともかくその後、こちら、中国系のスローボート、83年5月に収録されました。で、今回ちょっと、 この作品概要を書くにあたって調べていて、まあ調べていてといっても大抵かる簡単にちょっとウィキペディアを見てるぐらいなんですけれども、なんと知らなかったんですが、88年になんと映画化されているそうです。森の向こう側という。 タイトルで,でこれ作品を読んでいただくと分かるんですが、まあ、森の向こう側っていうのはまあ確かにそういう雰囲気だなということではあるんですがなんとなんと映画化されていたんだっていうのは意外ですね知らなかったですえっと風初期の方だと風の歌を聴けが実は映画化されていたっていうのは情報として知っていてえ映像を調べぐらいしかしたことなかったんですがこれは映像すら見たこともなく存在も実は知らなかったので結構驚きでしたでパパッと見た範囲調べてみた範囲ではこれ 今見れるんでしょうかというレベルで、なんか、なんだろう、DVD とかも出てるのかなパッと見、ストリーミングサービスだとどこでも見れなさそうだったので、えー、情報ある方、ぜひコメントいただけると嬉しいなと思います。で、一方で、ちょっと調べてみたところ、すごい面白かったのが、そのままえこの短編小説を映画化しているだけではなくて、 主人公を、あるいは主要な登場人物がなんと J なんですね。J、あの J's b バーの J から来てるんだと思うんですけども、こう、そういう持ってき方かということで、めちゃめちゃ少々ょょ気になるので、機会があったらぜひ見てみたいなと思っておりますが、まあ、そんな映画化されてもいるほど、なんかがこう、詰まってる感じなんですよね。この話、なんだろうって引きつけられる感がとてもすごくある、そんな作品です。で、どんなお話かというとですね。 シチュエーションとしては、雨のホテルで、えー、休暇中の僕という設定なんですけれども、雨に降り詰められてしまって、ホテルにも何日も何日も閉じ込,む閉じ込められているという、そういう状況なんかあの、なんかミステリーでよくありそうな、すごい古き、良き、えー、クラシックなミステリーでよく、ね、アカサ・クリスティとか、アカサ・クリスティにオマージュを受けた、なんかいろんな。 ベタな探偵物とかでありそうな設定なんですけれども、そんな設定で始まりますと。で、まあ、なんでそんなところに主人公を語り手である僕がいるかというと、も、えー、ともとは恋人と一緒に来る予定だったんでだけれども、直前に喧嘩をしてしまって、一、まあ、人で来ることになったと。で、えーまあ、僕という一人誌の語り手からもなんとなく推察されるように、どことなく村上春樹がこうて見えるような感じなんですけども、どうやら書き物をしている、作家であるらしいということが。えー ななななんとなく推察されるようなそういうそいいキャラクター設定になっていますとでここから先はとても村上春樹的な展開かもしれないんですが彼女がいない、一人で、えー、このホテルにいるとです、ね、食堂である女の子と、まあ、出会うというか女の子がいるなということを発見しますと。 で当然のことながら、その後、この語り手である僕と女の子は少しずつ会話を交わすようになって、まあ、だいぶ打ち解けていきますで。この打ち解けていく過程が結構ちょっと面白い感じです。ここ結構魅力だなと思うんですが。で打ち解けた結果、えー、僕がこのホテルを後にする最終日に、えー、彼女から彼女の小さな犬の話を聞かされるという、そういうお話です。そして、その彼女の小さな犬の話を聞いた後、僕がこの 短編の最後に撮る行動っていうのはとてもとても印象的というか、謎めいているんですねという、そういうお話なんですね。で、これ、彼女の小さな犬の話っていうのが、どんな話だったのか、まあ、タイトルでね、土の中の彼女の小さな犬ってあるので、えーとまあ、よりなんか謎めいてくるんですけども、どんな話なのかっていうところは、ぜひ気になる方は手に取って読んでいただければなと思います。中国人のスローボートの中で、割と最後の方に入っているんですが、まあ、 まずまずの長さかな。そんなに長めちゃめちゃ長いってことではないですが、午後の最後の芝は多分大体同じぐらい。なんで、短編なんだけど、なんかこう、超ショートショートっていうよりは、一作、うん、短いけれども、一作なんか小説を読んだなっていう感じになるほどよいボリュームの作品なんじゃないかなと思います。めちゃめちゃおすすめです。で、何がおすすめかというと、おすすめポイントですね。まず、このシチュエーションなんですが、えっと、雨に、雨が降っていて、 と,とはいえですよ、ホテルに何日間もこう閉じ込められてしまうというシチュエーションそのものというのが、今、現代、これ、撮ってるこの現代は今、2022年に撮っていますが、この2020年代では、なんかなかなかそういうシチュエーションって描がたいよなと、まあ、それはコロナでパンデミックで、ロックダウンでみたいな、そういう意味では確かに閉ざされている感じはまた違った意味であるんだけれども、なんていうんでしょうね。 もちろん電話あるんですよ、電話してたり実際するし、なんだけども、外界と隔絶されてる空間っていうのが、なんか、なんていうんでしょう、感覚的にやっぱちょっとありえないと思うんですよね。見ようと思えば、いくらでもネットで見れるわけじゃないですか。で、まあ、山奥のホテルとは言っても、やっぱネットが通じない状況っていうのは逆に想像しにくいようなところで生きてますし。あと 仮に本当に通じなかったとしても、ネットが通じないことの今度はフラストレーションみたいなのが多分あると思うんですそういうのも何にもなく、山の奥のホテルで、山の奥だったと思うんですがど、まあ、要は外界から閉ざされたホテルで雨が降ってるんだから、それは外界との,、まあ、あのコネクションが閉ざされているよねっていうのが、すごくナチュラルに受け入れられる、そういうものとして成り立ってる、機能をしてるっていう、なんかそのシチュエーションか、とてもとてもなんか、今だと得がたいなという気がしていて。 えーと80年代に書かれたという話をしましたが、なんで結構40年近く前なんですね。まあ、僕、生まれた頃の話なので、そういうことなんですけども、まあ、なんといいますか、そんな世界、えー、と古き良きとまではあえて言,えない言わない方がいいのかもしれないですけども、なんかとても心地よいなというふうに感じます。なんかこのホテル、ウィキ,ウィキペディアによると、えー、モデルがあるそうなんですけれども、た、まあ、多分なので、もうなくなってしまってるんじゃないかなと思うんですが、この、 世界、なんかちょっと憧れるなという気はします。ここがね、この独特の空気感というのがすごいおすすめです。そして2つ目はですね、この若い女、まあ、この物語の中である種、ヒロインですよね、ヒロインが語る話の魅力ということで、まあ、これがタイトルにもなっている、土の中の彼女の小さな犬の話なんですけれども、とてもとても魅力的なんですよね。 物語ない物語というシチュエーションも相まって、とてもこの女性が、まあ、ちょっとシエラザード的な感じがちょっとするというところではあるんですが、なんかとても不思議なんですね。ちょっと怖い話になるのかな、ならないのかなという不思議な旗触りのそういう話です。この話、とにかく魅力的なので、ぜひ読んでみていただきたいなと思います。そして、そして物語の終わり方です。はっきり言って意味不明っていうのが多分所読の感想だと思います。で実は 土の中の彼女に小,小さな話は、まだ僕もしっかりと読み解きという行為自体をしていないので、例えばね、先,先日あの作った午後の最後の芝生のブックガイドだったり、午後の最後の芝生の読み解き動画は、もうめちゃめちゃ結構何年にもわたって、あの読書会とかでみんなと議論を重ねる中でやってきたので、まあまあ,あの結構ディープに読み解いているんです。これは多分 これはこれのだろうメタファーだろうとか、これはこういうことなんじゃないかっていうのが、まあいっぱい出てきて、語り尽くして、語り尽くしても多分いないんだけど、めちゃめちゃ語っているわけです。と比べると、この話って実はまだあんまりいろいろな読書会でも、僕が参加した範囲ではあんまり取り上げられていなくて、結構ね、手つかずな感じなんで、終わり方で、特に読書会とかにあんまり慣れてない方だったり、読み解くって、文学作品を読み解くってことに慣れてない方の場合、 まずまず謎、意味不明な、え、なんなんだ、この終わり方っていう、村、まあ、上作品はそういう終わり方をするのが多いんですけども、特にこの作品は結構、えっていう感じだなと思います。これ、読み解いていきたいなと思ったりはしてますが、まあ、あのこの唐突さを楽しむ、あっけに取られる、なんか取り残される感じっていうのも、なんかこの作品の魅力だなと改めて思いましたと。はい、というわけでですね。 今日は土の中の彼女の小さな犬という作品をご紹介しました。もしこの動画を見てちょっとでもんでみたいなと思って方がいてくださったらとても嬉しく思います。ずいぶん前に読んだけれども、どんな話か忘れちゃったなうわそういえば土の中の彼女の小さな犬の話ってどんな話だっけという方、ぜひ再読してみていただけたら嬉しいなと思います。 はい。というわけでですね、最後までご覧いただきありがとうございました。もしよかったら、いいねをしていただいたり、チャンネル登録していただけるととても嬉しく思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。アンジュルセン you, b バイ。